東国原秀夫、宮崎知事選にすばえ14日に読売新聞の取材に対し、東国原秀夫さんが宮崎県知事選挙に立候補すると明らかにいたしました。この宮崎県においては、東国原さんが知事代に副知事であった河野淳二さんが知事を務めておられ、河野知事も選挙にすばする見通しとなっておりますが、東国原さん、 たびたび不祥事を起こされている印象がございますので、立候補されるのであれば、政治以外で問題を起こさないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。